はい、どうも、クマです。ドラクエウォーク、高難度ですね。やっていきたいと思います。パーティーはこんな感じですね。ゴッドハンド、大神官、2人と大魔導士と。で、ゴッドハンドは、体験ですね。ギラ武器ですね。スラリンガルある人はそっちの方がいいと思います。で、ちょっと耐久性上げるためにスラリンガル A なんですけどね、入れてあるっていう感じですね。心は、騎士道精神ですね。ゴッドレイジというよりは騎士道精神をちょっと、メインでやっていく感じですね。回復は大神官こんな感じです。はい。ベホマラーと、聖女の痕ですね。あとは、オーロラの杖と。で、大神官はどっちかっていうと、こんな感じでアンコール寄りですね。アンコール寄り、鼓舞激励をちょっとね、発動させたいなと思っております。で、オーロラの杖が、こんな感じですね。はい。どっちかっていうと、ちょっと HP を少し高めにできればっていうようなね、感じです。では、見ていただければと思います。あれですね、やること、このオーロラのね、杖が、ヘナトスね、入ってるので、ヘナトスと、あとは、まず、守りの盾ですね。勇者姫の盾。みんな、あとは守りの盾をやっていくという感じですね。その中でも、僕の中では、2ターン目が結構ダメージ食らうんで、スカラをちょっとね、入れていくと。守りの盾とスカラを入れていくという感じです。OK、いい感じで、鼓舞激励入っております。鉄球マージンがね、HP を最初回復するね、技を使ってくるので、そんなダメージはね、1ターン目はないんですけど、2ターン目からね、結構ダメージが来るんで、このね、魔人の踏みつけ、これも厄介、石化しちゃうからね。OK、でかい。これがでかい。さあ、こっからもう魔境の詠唱でジバルンバを打っていきましょう。いいね、暴走。OK。いいですね、フォースブレイク。いい感じね、やまびこ。連続呪文が欲しいですね。さあ、ここでゴッドハンドが結構ね、大事。これが大事。そう、騎士道精神ね。これが結構大事です。あとはもう、やることやったっていう感じなんで、もうほぼほぼオートでいいかなっていう感じなんですけど、このね、ガードがでかい。OK、いいガード。さあ、ここで回復がね、追いついてくれるかっていうところですね。ヘナトスね、2段入れてもね、いいかなと思うんですけど、スクルトある人はスクルトやってもいいかもしんないですね。で、武器がね、今回、両方とも全体攻撃なんで、スラリンガルのね、武器ある人とかは、それを使った方がね、鉄球魔人の方から倒していくと、非常に倒しやすいと思います。いい感じでおすそ分け。ここは、とっておきの癒しで、いい感じですね。スクルト効果入って、回復もして。ちょっとね、メドローアもね、使おうかなとね、思ったんですけど、MP のね、後半持つかなっていう心配があって、採用しておりません。でも結構火力はね、ガンガン出るんで、メドローアで押し切っちゃうっていうのもね、まず鉄球魔人から倒しちゃうっていうのもね、非常にいいと思いますね。この高難度久しぶりにやったんだけど、やっぱ強いっすね。ほんと武器揃ってる人はもう、
回復なしでね、ガンガンやっちゃうっていう人もね、いると思うんで、僕はちょっと、僕の手持ちの武器だと、十分ね、いい武器持ってると思うんですけど、単体でね、強い武器が、ギラだと、バロックエッジかな、ぐらいなので、ちょっとね、全体攻撃の、攻撃役2人っていうね、感じですけど、最近ね、やっぱり魔剣士の火力がむちゃくちゃ出るんで、魔剣士すごい面白いなと思ってたんですけど、やっぱ安定感で言うと、やっぱこのゴッドハンドのこのゴッドガード、やっぱりすごい安定しますね、戦いがね。魔剣士を先に55にするか、ゴッドハンドを先に55にするか迷うんですけど、こういうね、高難度とか考えたら、やっぱりゴッドハンドの方が、パーティー的にはかなり安定するなと。まあ、火力ももちろん出るしね。祠とかだったら、魔剣士でも全然いいかなっていう感じですけどね。さあ、オレンジ色になってきましたね。おお、いい感じで、スカラ入ってます。いいタイミングで暴走。おお、ミスでかい。オッケーオッケーオッケー。このね、魔人の踏みつけ、石化が厄介。だできれば魔法、守りの盾を継続するのと、スカラができるだけ続けば、だいぶ安定するんですけどね。一番は多分ね、このゴッドハンドの騎士城精神が今回効いてる。オッケー、ヘナトスもしっかり入ってくれてる。ヘナトスもやっぱりね、結構使えますね。やっぱジバルンバのこの追加ダメージもやっぱり後押しをしてくれるので、面白い武器ですね。おお、いい感じ。これはでかい。これはでかいっすよ、攻撃力アップは。やばい、ちょっと転んでしまった。ベホマラーが転んでしまった。これはきついぞ。ここなんとか耐えたい。いい感じで暴走。いいダメージ。しかもヤマビコ。これで血の楽園。オッケー。いいダメージだね。さあ、ここなんとか耐えたいね。回復。一枚でいけるか。オッケー、オッケー。おっしゃ。一人になったからね、もう。鉄球魔人だけだから。なんとか耐えれるでしょう。オッケー。こっからはもうジバマータ。ジバマータも強いね。いいね。おお、でかい。でかいね。相当でかい。鼓舞激励。お裾分けからの鼓舞激励は相当いいですね。さあ、どうしようかな。スカラ。アンコールしとこうか。どっちにしようかな。大魔導士にしときましょう。ミスがないからね。お、いいタイミングで連続呪文。呪文ね、ガードないからね。こういうのがいいですね。オッケー、倒せました。っていう感じですね。はい。まあ、ヘナトスと、ね、騎士道精神が今回大事だったかなと思います。はい。よかったら参考にしてもらえればと思います。それじゃまた。